はい、どうもこんにちは、キルです。普段はね、ツイッチでね、ほぼ毎日生配信をしています。タルコフを始めたばかりのね、初心者さんでもね、いつでも質問ができちゃうのでね、気軽に、遊びに来てくださいねと紹介をさせてもらったところで、今回はね、ゼシーズンちょっと使いにくい武器が格段に強くなって最強レベルになった武器ベスト4を紹介していきたいと思います。前期はね、正直なところ使いにくかったり、あと一歩かゆいところで手が届かないみたいな武器がね、結構あったんですけども、今期超強くなりました。それではね、今回個人的に使ってみて強くなったベスト4の武器、下から順番に紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。どうぞ。まず紹介の前に、今期は何が変わったのかを初心者さんに向けて説明しておきます。前期と違ってアタッチメントをカスタムした際に反動の数値が全体的にあまり下がらなくなりました。ですが、数値が下がりにくくなったのは裏腹に、値に対しての反動の大きさ、実際の使用感ですよね、リコイルがしやすくなりました。つまり数値に対しての反動の軽減が変わったということになります。なので前期に比べて、反動の数値があまり低くなくてもリコイルコントロールができちゃうってわけですね。これらのことを把握して、見ていけたらなと思います。はい、ということで、今回ね、 AK12 が4位に入りました。前期はね、少しブレが強くてフルカスタムしても若干初動の反動が気になっていました。でも今期はね、それが抑えられて超強くなってしまいました。もうこんな感じでね、ボスも簡単に倒すこともできます。で、 AK5mm 系統の武器の中でもかなり発射レートが高いので、インファイトにもこのように負けません。もう強すぎです。負けるはずがないです。次は、AUG 3位ですね。はい、こちら、もうめちゃくちゃ強いです。AUG ね、 A1 と A3 の2種類があるんですが、今回は A3 を使っていきたいと思います。こちらもね、反動に癖があったんですね。今期はね、序盤から使えるのにこのレートでかなり強いです。エルゴもサプレッサーをつけてもしっかり確保できてて、43連マガジンという30連では物足りない相談数を補ってくれるのもかなりいいですよね。複数人相手でもこのように倒しきれるので、かなり強くなったと思うので、ぜひ使ってみてください。最強です。2位、 VSS。 はい、こちらね、もう2位なんですけども、もう以前からかなり強い強武器とされてきた VSS、まあ、アスバルですね。今回はもうこの VSS を使っていくんですが、めちゃくちゃ強いです。今期ただでさえ弾の火力が高いのに、このレート中距離でもやれてしまうぐらいのリコイル制御になってしまっているという、もうね、全武器の中でもかなり最強格に入ってくる武器なんじゃないかなと思ってます。はい、もう恐ろしいですね、この武器。まあ、頭じゃなくて もう胸とかでも倒せちゃうぐらいのもうレートがある上に、弾の火力がね、先ほども言ったんですけど、えぐいので、もうね、敵に持ってほしくないぐらい強いです、この武器。恐ろしいです。でね、プレイヤースカブで回してる時にも結構手に入ったりしちゃうので、もう案外簡単に使えちゃうので、ぜひ皆さん使ってみてください。強いです。1位、黒 MDR。はい、これね、栄えある第1位は黒 MDR ですね。こちらね、もうね、何がやばいのかというと、もうかなり高いエルゴなのに、リコイル制御はちょっと反動がでかかったんですよ、以前。でも今期の黒 MDR はリコイルがしやすくなって、もうそれはもう最強ですよね。さらに今期新登場のスピア、こちらのマガジンがね、なんとね、25連マガジンになっていまして、この25連マガジン、なんとね、黒 MDR 刺さります。はい、同じね、マガジンを使えるんですよ。なので、以前まで20連マガジンしか使えていなかったので、ちょっと弾物足りないなって時があったんですけど、今回は25連マガジンあと5発押し切る時にね、ギリギリ足りたりします。もうこれがね、どれだけでかいか。もうね、この時点でもう黒 MDR 最強ですね。はい、さらにこれがエルゴがね、25連マガジンを刺しても変わらないんですよ。これがまた強いです。
もうね、僕は今季最強格の武器なんじゃないかなと、もうナンバーワンですね、ナンバーワンの武器なんじゃないかなと正直思ってます。ちょっとね、値段が高いので本気で一回使ってみたい、もう本当に戦ってもう無双してみたいみたいなね、そういう時にぜひねこの武器使ってみてもらったらなと思います。もともとねこの武器僕形がすごい好きで、モデルねもう形がすごい好きなんで、今季もねとっても喜んでね、もうね使ってます、バリバリ使ってます。ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうかと。はい、いかがだったでしょうか。僕的には序盤から使える AUG かなり強くなったのかなと思います。黒 MDR もね、やはりね弾の相談数がねあまりにもえぐいですね、まあ、リコイルも強くなって最強です。はい、本当にね勝てる戦いがね増えたっていう、そんな感じがねしました。はい、少しでもねこれね参考になりましたらね、もっともっといろんな情報を知りたいなとか、そういう方はねぜひチャンネル登録、通知ボタンのオンしてくださるとウォッチペが上がって、もう投稿スピードもどんどん上がってくると思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。またね。